ジョージ・ウィルコックス・マカイバーは、アメリカ合衆国の軍人、アルカトラズ島軍事刑務所所長や民兵局長、大公、第一次世界大戦中の第161不評旅団長などを歴任した。最終階級は順将。なお、ミドルネームは、ウィルコックスと綴られることもある。士官候補生時代のマカイバー1858年、ノースカロライナ州カーセジに生まれる。 1869年から1870年までノースカロライナ大学チャペルヒル校に通う。マカイバーの父は同校の教授だった。1882年、陸軍士官学校を卒業して、不評化少尉に任官。第17不評連隊に配属されたマカイバーは、インディアン戦争を通じて西部各地を伝染した。1885年、 ワイオミング州ロックスプリングスの鉱山で白人労働者と中国人労働者の大規模な衝突が起こった。連邦政府は陸軍部隊を派遣してこの暴動に介入したが、マカイバーもこれに参加した将校の一人だった。1890年から1891年にかけて水族性抜に従軍。1891から1893年まで、 陸軍士官学校で戦術教官を務めた後、ワイオミング州キャンプパイロットビュートに1894年まで勤務した。その後はカリフォルニア州兵に顧問たる正規軍将校として派遣された。1898年、第7不評連隊の一員として、米西戦争最中のキューバへと派遣され、エルカニーの戦いやサンフアンコーチの戦いなどに参加した。 1898年から1900年まで、マカイバーは、ミシガン州フォートブラディ、ミネソタ州、リーチレークインディアン局に勤務。1900年から1901年まで、アラスカ州のフォートデービス、セントマイケルに勤務。1901年から1903年までは、オレゴン州ポートランドのシガン兵事務所に勤務。1903年から1905年まで、フィリピン派遣に参加。 1905年から1907年までアルカトラズ島軍事刑務所の所長を務める。1906年のサンフランシスコ地震の際にはゴールデンゲートパークにおける被災者向け仮設住宅建築の監督を行っている。1907年カリフォルニア州モントレーの陸軍射撃学校の校長に就任し陸軍消火器射撃共犯の出版を担当した。 1912年から1914年まで、サイドフィリピン派遣に参加。1915年、民兵局に幹部将校として配属される。1916年9月に民兵局長、アルバート・レオポルド・ミルズ将軍が休止すると、ウィリアム・エイブラム・マン将軍が公認局長に決定する10月まで、マカイバーが局長代行を務めた。1917年、 マカイバーは順将に昇進し、第81ワイルドキャット師団第161不評旅団の旅団長に就任した。第81師団はノースカロライナ及びサウスカロライナ出身者からなる師団で、訓練はサウスカロライナ州のキャンプセビア及びフォートジャクソンで行われた。マカイバーは第161旅団長としてフランス戦線に派遣され、 ムーズアルゴンに構成などに参加した。また、1917年12月から1918年7月までの間に、第81師団長代行の職を3度務めている。マカイバーが人種問題について示した態度には、様々な記録が残されているが、当時の将校の中では、進歩的な考えを持った一人であったと、考えられている。例えば彼は、第161旅団から、 プエルトリコ人兵士を叩隊へ転属させているが、一方で、ラムビー族をはじめとするノースカロライナ州インディアン、諸部族出身者はそのまま部隊に残している。また、自らがインディアン戦争に従軍した際の経験から、黒人兵には優秀なものが多いが、彼らは白人将校に引きられてこそ、十分に能力を発揮し得るのだと信じていた。終戦時、 マカイバーは陸軍主君賞に推薦されているが、これが承認されたという記録はない。終戦後、マカイバーの階級は大佐に復帰した。1919年から1922年の退役までアーカンソー州リトルロック近くに設置された、ホートパイク福音支援班やニューヨーク州、ホート、スローカムの新兵訓練所に勤務した。退役後はワシントン DC に暮らした。 1930年、退役順章の階級が与えられる。1947年5月9日、ワシントン DC にて死去。アーリントン国立墓地に埋葬された。マカイバーの作成した論文は、イーストカロライナ大学のジョイナーライブラリーに保管されている。2006年、マカイバーの自伝、A Life of Duty, The Autobiography of George w、Mac、i l c o x m a c r 1858から1948がジョナサン・デンボによって編集、出版された。ありがとうございます。